それは戻ってきた時にやはり指導者投げたかったという思いはあったでしょうか。いやもうチームいい流れやったんで、はい、台無しやなと思いました。はい、ただ昨日戻ってきて最初の打席でヒットが出ました。そして今日ホームランが出ましたけども、久しぶりのホームラン、感触を含めて語ってもらえますか。いやもうホームランは、ね、最高だったんですけど、まあ、ウッズさんの2点タイムリーの方が嬉しかったです。はい、ブリーグ回っていて足の状態付けてどうでした。でもそんな気にせず、もうとにかく逆転したいという気持ちで、本当ウッズさんに感謝です。今日4打席目、柳田選手が打席に入る前にサウンドのファンからはホームランコールが届いていたんですけども、あの声というのは聞こえてましたか。バッチリ聞こえてました。でもあの打席は振ってやろうという気持ちは強かったでしょうか。いやもう全打席振ってやろうって思ってましたけど、まあ、たまたまねホームランになって、あのファンの方に喜んでもらえて、はい、よかったです。ベッカーで最高コースされてましたけど、ライトスタンドの最高コース下げてましたが、あれは聞こえましたか。いや聞こえましたね。何事かと思いましたけど、何みんな最高なんやなと思って、はい、嬉しかったです。およそ4ヶ月間自分でプレーができませんでした。もどかしい日々があったと思いますが、改めて振り返ってもらえますか。まあ、苦しかったですけど、はい、まあ、早く直して野球したいなという気持ちでした。その中でどうしよう、この2日間野球ができる喜びではいかがですか。最後です。もう一回ファンの皆さんに力強いメッセージを届けていただいてよろしいでしょうか。ヤクルト最高。